のクリスマスの日から先輩と私は彼氏彼女になれた気がします。それからの学校生活はすごく幸せでした。お互い今までの時間を取り返さなきゃってずっと一緒に過ごして、先輩の卒業や些細な誤解からの喧嘩、そんなちょっとだけ悲しいこともあったけど、私たちは無事に夫婦になりました。そしてもうしばらくしたら今度は家族になるんです。動いた、動きましたよ。また動きましたよ。聞こえましたか？すごく元気な赤ちゃん。きっとあなた似の男の子かな。え？私に似た女の子の方がいいですか？取り合いになりそうでちょっと不安です。あ、お世辞じゃないですよ。もうだってあなたみたいな素敵な人他にいないですから。クリスマスに見た映画のこと覚えてますか？あの時私が世界で一番幸せって言いましたけど、今の私の方がもっともっと幸せです。